西武の墨田智一郎投手、24、が結婚していたことが15日、分かった。お相手は同じ長崎出身で同学年の一般女性。1月に婚姻届を提出し、新婚生活をスタートしている。東京の夜景を見渡せるクルージング中にプロポーズして成功。昨年、自己最多の急所をマークし、 侍ジャパンにも初選出された3年目左腕が、新妻のサポートを力にプロ初の2桁勝利と、日本球界を代表する左腕への成長を誓った。出会いは福岡、西日本高大時代、知人を通して知り合い最初は友達かなと思ったけど、一緒にいると落ち着く雰囲気がありました。と隅田がアタックした。 21年ドラフトでは1位で4球団競合の末にプロ入り。その後、長崎と埼玉の遠距離恋愛となったが、着実に愛を育んだ。ロマンチストの左腕、思いを伝えたのは東京湾を巡るクルージングの戦場だった。今まで体験したことがない場所で、思い出に残るところが良かった、と7 8人乗りの船を貸し切り、 名前と同じ隅田川から出港し、レインボーブリッジなど東京の夜景を見渡す船の上で、僕と結婚してください。と直球勝負でプロポーズした。すぐに、お願いします。と言ってもらえました。二人を祝福するように偶然、夜空に花火が打ち上がり最高でした。と一生、忘れない時間になった。思ったことを素直に伝えてくれるニーズマ。 結果が出る日もあれば、出ない日もあるが、ダメな日は、今日はダメだったね、とストレートに言ってくれる。どんな時でも気を使わないところが好きです、とお互い直球勝負を受け止め合う。食事面でのサポートも万全。プロ一年目に両で過ごしている間、新妻はアスリートフードマイスターの資格を取得。僕が知らない間に勉強して取ってくれた。 もう、本当に感謝で、食卓には栄養バランスが考えられた手料理が7、8品並び、全部美味しくて、いつも本当に助かってます、とした。昨年は自己最多9勝を挙げ、侍ジャパンに初選出された11月のアジアプロ野球チャンピオンシップの韓国戦では、7回3アンダム失点と高騰しベストナインに輝いた。 今季はここまで3試合で2勝1敗、防御率2.60と好調。一人の人生を背負っていくので、勝って喜ばせたいし、幸せにしてあげたい。と最高の、バッテリー、での躍進を目指す。墨田智一郎、墨田千尋、1999年、平11、8月20日生まれ、長崎県出身の24歳。 小児から大村クラブで野球を始め、西大村中では軟式野球部に所属。ハサミ、長崎、では3年夏に甲子園に出場。西日本高大では1年春からリーグ戦デビュー。21年ドラフト1位で西部に入団。1メートル77、81キロ。左投げ左打ち。